네, 감독님, 한국 관객분들께 인사 한마디 부탁드립니다. 안녕하세요. 韓国に来るのは5年ぶりではないか、ソウルに来るのは5年ぶりなんですけど、 1ヶ月前に제주도に行きました。そこでですね、いっぱい美味しい魚介を食べきれない量を食べました。で、皆さんとここ数日韓国でご飯を食べてるんですけどですね、毎回ご飯が多すぎてですね、食べきれないっていう風な状況になってて、すごい申し訳ない気持ちになっています。 서울은 사실 5년 만에 왔는데 한 달 전에 제주도로 갔었습니다. 제주도에서 정말 맛있는 해산물을 진짜 배가 터질 정도로 많이 먹었고요. 그리고 서울에서도 맛있는 밥을 요 며칠간 많이 먹었는데 너무 많이 나와서 양이 너무 많아서 많이 남긴 게 너무 미안하다는 생각이 들었습니다. 日本に行ってもですね、韓国のキムチをですね、僕は好んで食べててですね、 なんでこっちに来るとですね、唐辛子料理だったり、酸味のある料理が多くてですね、僕はすごい好みです。 일본에서도 한국 김치를 자주 먹습니다만, 한국에 와서 이 현지의 어떤 그 좀 발효된 맛, 신맛이 담긴 매운 요리들을 많이 먹을 수 있었습니다. 僕の方から質問がいくつかあってですね、今日2回目、映画2回目以上ですっていうふうな 方手挙げてもらっていいですか? 여러분께 질문인데 예, 영화 두 번 이상 보신 분 손 한번 들어봐 주실 수 있을까요? 原作 만화는 すでに 読んでいます. 원작 만화도 읽으신 분 계실까요? 本当に 原作 知らずに 映画 見てくださってる 方も 結構いて 嬉しいです. 예, 원작을 아예 안 보시고 영화 보신 분들도 많아서 개인적으로 기쁘게 생각합니다. 네, 감사합니다. 그러면 저희가 몇 가지 질문을 조금 드리려고 하는데요. 아까 김치 얘기하셨는데 또 한국에서 맛있게 드셨던 음식이 뭐가 있는지 궁금합니다. 昨日のですね、夕飯のタッカンマリっていうのを食べたんですけど、それでですね、もうお腹いっぱいになって食べきれなかったんですけど、そのお店の帰りにですね、トッポキですか、トッポキのお弁当をいただいてですね、もうお腹いっぱいなのに全然食べきれなくって、今朝それ食べごちそうになったんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。 어제 저녁에 사실 닭 한 마리를 먹었는데요. 닭 한 마리가 너무 맛있었고 그리고 배가 터질 정도로 먹었는데 그 스태프 중 한 분이 떡볶이를 또 사오셔가지고 그 떡볶이를 어제 도저히 먹을 수가 없어서 오늘 아침에 먹었습니다. 일본에 떡볶이를 食べるとですね、もっと細くてあそこまでその歯応えというか、あんなもちもちした食感がないので、やっぱり韓国に来る韓国で食べる떡볶이美味しいなっていうふうに思います。 일본에서도 떡볶이를 먹어봤지만 일본에서 먹었던 거는 좀 떡이 가늘었고 쫄깃쫄깃함이 좀 적었습니다. 그래서 한국 현지에서 먹는 떡볶이도 역시 맛있구나라는 생각을 했습니다. 네, 그리고 저희 하나 더 궁금한 게 감독님께서 가장 고심해서 작업하신 장면이 몇 가지 있지만 그 중에서 하나만 소개를 좀 해주실 수 있을까요? 2回目っていう方も多いんで、いくつかちょっと映画 一つ映画の中でちょっと注目してもらいたいシーン、僕自身が思い入れあるシーンをちょっと挙げるとするなら、そうですね、藤野っていうキャラクターがですね、雨の中ちょっと変なぎこちないスキップをするシーンがあります。 물론 이제 두 번 이상 보신 분들 많으시지만 개인적으로 조금 주목해줬으면 좋겠다라고 해야 될까 그런 씬이 후지노가 이제 빗속을 아주 이상한 포즈로 걸어가는 장면이 있습니다. 嬉しさ舞い上がってですね、スキップしていたのがですね、途中から手足が揃ってしまって、ちょっとおかしい動きになってるんですけど、実際に私自身が、アニメーターとして原画を描いたシーンで、アニメーションの制作スタジオでですね、実際に自分がそのスキップをですね、演じてみて、それを参考にしながら、シーンを描きました。で、
18秒ぐらいある長回しのカットがあるんですけど、藤野っていうキャラクターだけで195枚の原画でもって描かれています。195藤野が굉장히그기쁨을주체할수없어서굉장히이상한움직임으로막걸어가며뛰다가팔다리가일직선이되기도하는그런장면이나오는데그본인이애니메이터로서직접그스튜디오안에서본인이직접움직이고연기를해보고그걸참고해서그림을그렸고요그리고18초간의조금긴컷인데그컷에들어가는후지노의원화만195장을그렸습니다もうそのシーンに限らずですね本当に大量の絵で持って手書きのアニメーションっていう風なのは描かれているんでこれ一枚一枚人間の手によって描かれてるんだなっていう風なのを、まあ、ある種こう複数回見てる人はですねその辺もこう意識しながら見ていただけると、まあ、作り手もちょっと喜ぶかなっていうふうに思います。그장면뿐만이아니고다른많은장면들에서도굉장히다량의원화작업을했고요그런의미에서관객여러분들이한장한장아다저걸인간의손으로그렸구나하면생각해주시면서봐주시면창작자로서굉장히기쁠것같습니다네그럼마지막으로오늘찾아주신관객분들을위해서감독님께서특별한선물을준비를하셨는데요감독님의사인이담긴특전을총두분께드리려고합니다감독님께서좌석번호로호명해주시면저희스태프가증정해드리겠습니다의도的に選ばないように의도적으로절대뭐안보려고굉장히노력을하고있습니다 H 10번 H 열10번입니다 H 열10번계신가요안계신가요한번더호명해주시겠어요 B 10번 B 열10번계신가요 B 열10번손들어주시겠어요축하드립니다 네한번만더호명해드릴게요 H 16번 H 열16번계십니까 H 열16번축하드립니다네축하드립니다저희아쉽게도마무리할시간이어가지고요감독님마무리인사한마디만부탁드리겠습니다もう明日の朝には韓国を立たなきゃなんないんで今晩はなるべく、まあ、食べ物の話ばっかりしてますけど今日も美味しいものを食べれることを楽しみにしています。내일아침에는일본으로귀국을해야되기때문에사실아까부터계속먹는얘기만해서좀죄송한데요오늘저녁도맛있는저녁을먹고싶습니다短い間でしたけれども今日はありがとうございました감사합니다짧은시간이었지만오늘감사했습니다여러분감사드립니다네감독님께큰박수부탁드립니다네그때즐겁게관람하시고앞으로도많은관심부탁드리겠습니다